さて、カムル町に行く前にもう少し準備しとくか。サブストーリーやったり、その経験値を能力強化したりですね。お、ねえ、この人は、なんだ、英会話の勧誘。英会話に興味ありませんか？今なら入門編のテキストを無料でお配りしているんですよ。英会話？英会話ができると世界が広がりますよ。外国の人も、まあ、確かに沖縄だから外国人いっぱいいそうだけど、キリュウさん英語できんの？まずはこのテキストを読んでみてくれる？すぐに英語が話せるようになるから。英会話の無料テキストを受け取った。困っている人を見たら May I help you? ね。簡単でしょ？ May I help you? 何かお困りですか？これだけで十分なの。使える会話だけを学ぶ。必要な会話だけを覚えれば OK。それじゃ、英会話を楽しんでね。Have a nice day! キリュウさん、何？変なものもらったな。これか。英会話の無料テキスト。自由の女神。これ読めないんじゃない？これどうしたらいいんだろう。まあ、とりあえずもらっとくか。行こう。あれ？これは、あ、英語を喋ってるこの人。もうすぐ使えるんじゃない？外国人の女か。金髪美人。おう。困っているようだな。そういえば、こういう時の英会話を教えられたような。うん。I'm sorry. May I help you? 大丈夫ですか？これ英語じゃないんだよ。日本語で。いや、これ選んでみたいな。だけど、ちゃんとした方がいいかな。May I help you? いや、そこは喋ってみてよ、キリュウさん。音声で。Oh, thank you so much. あ、なになに？なに？この人。車を避けようとして転んでしまいました。とても痛かったです。キリュウさん、大丈夫か？あなた、とても親切な、いい人ね。英会話も上手です。キリュウさん、困ってるんだな、キリュウさん。あなたのこと、もっと知りたいです。もっと英会話を勉強してくれたら、もっといいことをしてあげられるです。それじゃ、See you again。もう治ったの？え？もう治ったの？さっきの。英会話か。もう、もっといいことをしてくれるために、英語をもっと勉強しないとね、キリュウさん。経験値2000もらったな。あれ？これさっきの女じゃない？金髪美人。ちょっと、この前の女か。何をキョロキョロしているんだ。おう！ Please help me? Where is the station? 英語か。何言ってるかわからんな。いや、それぐらいわかるだろ。英会話でも始めていればわかったのかもしれんな。Where is the station? あれ？選択できないの？英会話の教科書、何も、これどうすればいいんだろう。ちょっとほっとくか。ん？このおっさんは、怪しい老人。あんた、ただものじゃないね。その目の光を見りゃわかるさ。よくわかったな。あんたは仇じゃねえな。だったらいい場所あるぜ。ちょっと来てみないか？いや、怪しいな。怪しい老人だけど、とりあえずついていくか。ああ、案内してもらおう。そうかい、そうかい。じゃあ案内しよう。
この扉の中に入ってくれ。扉の中？何？お、賭博？これは。沖縄にもこんな場所があったんね。気軽に楽しんでいてくれや。すごい。お、チンチロリン、おいちょかぶ、こいこい。お、すごいな。なんか他の作品にもこういう場所があるんだけど、3の琉球街にもあったんだね。いや、めっちゃやってましたよ、他の作品で。じゃあせっかくなんでちょっとやっていくか。そうね、こういう点数をね、交換してやるみたいな。10万は今持ってないな。とりあえず1万円で100点分打ってもらおうか。ありがとう、楽しんでいってな。じゃあチンチロリンやってみよう。これなかなか面白いですね。やらせてもらおう。操作説明も別に特に見なくていいんで、親を決めるか。3、4、5、誰が親？あ、あいつか。なんて名前だ。じゃあもういきなり50点にしよう。やるで。どうじゃ、俺の番やな。これはなしだな。146。どうじゃ、確か3回までは出せるって。これ2だな。これ勝てそうじゃない？要は数字2より大きければいいんだよ。いけ6。これいきなり勝ったな。6だ。すげえ、ついてるついてる。俺の番だな。ダンビラヒレ、なんちゅう名前だ。これはなしだね。それ、もう一回。1、あ、じゃあ2。2だな。引き分けか。行くわよ。あ、女のもいる。何、しごろと、とみ、わかんない。お、6、こいつも6。まあ帰ってきたね。 100？ あ、50点増えた。あ、キリュウさんが親になった。俺の番だな。やろう。あー、なし。3回まで触れるって感じだね。1。俺は負けたわ。負けたわ。親が1の場合はもう他の人は振らなくてももう終わりってことだよ。あー、マジか。じゃあもう最後全部かけて80点。それ、なし。それ、お、すげえ、やばっ。これ負けたな。嵐語。これも他の人振らなくて済む感じかな。あ、やっぱり、あもうマイナスだよ。もう種切れだ。出直すんだな。もう何も残ってない。キリュウさんパンツ1枚しかない。じゃあ帰るか。まあこういうの結構面白いんですよ。また今度時間あるときにちょいちょいやってようか。そう、なんか点数が多いと景品の交換もできるんですよ。金の皿とか銀の皿とか、これを質屋とかに売れば金になるんですよね。あと多分装備とかももらえるんですね。こういう守りとか。うん、まあ時間あるときにまたやろう。すごい、こんなところあったんですね、沖縄に。これ多分4章にならないと入れない感じなのかな。面白い。じゃあ次。
さっきの金髪美人の2個目の質問には答えられなかったんで、もう一回この人に聞く必要があったのかな、ね、あなたこの前のどうでしたか。この前っていうかもうついさっきなんだけど英語がまあ May I help you ぐらいだけど、まあな、うん、琉球街は外国の方も多く暮らしてるし、英会話ができた方が関係を深めることができるかもね。あれ？何何？初級編のテキストを期間限定で1万円で購入できる。お金かかるの？読むだけで街での会話ができるようになるんです。購入しませんか？今4万しか持ってないんだけど。でも、やらないといけないですね。買う。1万円か。これでいいか。ありがとうございます。では、これが初級編のテキストです。1万円払った。うわ、だいぶお金減りましたよ。で、道に迷ってる人との会話。おやいやステージ。駅はどこですか？乗ってんだね。Go straight this way. この道はまっすぐです。Go straight this way. 困ってる人を助けるのは会話の第一歩よ。うんうんうん。使える会話だけを学ぶ。なるほど。じゃあまたさっきの金髪美人のところに行けばいいね。Have a nice day. 1万円もかかるの？たっけえな。これか。街中での会話ならこれ一冊で十分らしいが。じゃあ、行くか。ハロー。この前の女か、何をキョロキョロしてるんだ。いや、さっきも同じ会話してたの。おう。Please help me. Where is the station? 確かこういう時の英会話がさっきの英会話のテキストに書いてあったな。Where is the station? 駅はどこですか？か。だったら。まあ、これは普通の回答だな。Have a nice day. まっすぐだ。まっすぐだ。いやー、これ選んでみたいな。どうなるんだろう。まっすぐだ。まっすぐだ。マットスングッドガッド。すぐに神を怒らせろ。面白い。いやー、美人の顔を見てよ。びっくりしてるよ。ああ、まっすぐだ。あなた、危険な男です。やばい、これ、危険？殺されるです。マジで？え？うまく伝わらなかったみたいだな。英会話のテキストをしっかり読んでおけばよかったかもな。あれ？経験値2000。経験値はもらったけど、あれ？もし正解だったらもっといいものをもらってたかもしれない。ああ。まあいいや、面白いシーン見れたからよかった。ん？お、これは？蕎麦屋の店主。このバカチンが、そんなにたくさん出前を受けてどうすんの？すみません。そんなに注文が溜まっているとは知らなくて。バイト、めっちゃ怒られてる。あんた一人でこんな、たくさんの出前届けることができんの？うー、これはもしかして桐生さんが手伝いに行くって感じなのかな。あ、お兄ちゃんごめんね、恥ずかしいところ見せちゃって。何があったんだ、このバカが。そこまで言わなくていいんだろう、ただのバイトだから。出前の注文を受けすぎちまって。ああ、ただでさえ一人きりで大変だってのにさ。すみませんでした。
もう一人手前に行ってくれる人がいるといいんだけど。そうか。で、何にする？うちのそば食べてくんでしょ？そばの注文をする。出前の手伝いをする。これ多分サブストーリーだな。まあ、やっとくか。キリンさんどんな感じでやるんだろう。困っているようだな。出前なら俺が手伝ってやろうか。本当なのかい？そう言ってもらえると助かるよ。出前の場所は3カ所。そんなに？ちょっと待って。顆粒子アーケードの薬局、雀荘、初町なる案内所。まあ、結構離れてる感じだよね。おー、この3カ所か。じゃあ行くか。5分以内、ダッシュで行かないとじゃん。だいぶ待たせちまってるんで、5分以内で頼むね。うまくいったらバイト代は弾むよ。うわ、覚えとかないとな。薬局、雀荘、案内所。超特急で出前すればいいんだな。よし、行ってきてやるよ。じゃあ、こんな格好で。じゃあ行くか。確か薬局はすぐここだからな。うん。顆粒子アーケードの薬局。毎度、沖縄そば、出前に来ました。待ってたよ。稽古早かったじゃないの。お、優しいじゃん。これこれ、この早期の匂いがたまらないのよね。それじゃあこれ、そば代ね。また頼むよ。お、優しい店主じゃない。じゃあ次、ラッシュで行く。急ぐか。雀荘と案内所だね。行こう。ここかな？うん、雀荘。2階にある。毎度、沖縄そば、出前に来ました。1階から叫んでんの。いや、2階まで行けよ。なんで1階まで降りてくんの。お、この匂い、早期そば、やっと来たね。週に一度は食べないとね。それじゃあこれ、そば代。またよろしくね。じゃあ次は最後、案内状だな。行くぞ。こっちかな。案内状。毎度、沖縄そば出前に来ました。お。おい、腹減った。ほらほら。早くしてよ。うるせえよ。じゃあ、これ、そば代ね。客がいない今のうち食べとかないと。お、割と、普通に終わったな。うん、よし、そば屋に戻るか。よ、あ、おかえり。思ったより早かったじゃないか。お、そば代だ。あ、ご苦労さん。本当に助かったよ。これ、バイト代だからね。気持ちちょっと色付けとかといたよ。1万円。いいね、いいね。さっきの英会話のテキスト代、戻ってきたな。うん、今度はゆっくりでうちのそば食べていきなよ。ああ。よしよしよし、終わった。お、経験値3000。いいね。お、能力強化できる。すごーい。あれ？キャー、ね、年金が、捕まえてー。どうしたおばあさん。え、ひったくり犯を追う。警察に連絡する。いや、俺が追ってやろう。わかった。ばあさんはそこで待ってろ。待て。公設市場。そんなとこあったっけ？おお。すごい、なんか、スーパーみたいな感じになってる。お、この中にさっきの人、犯人がいたってことね。探してみよう。あれ、ミキオ、ミキオ、お前ここで何してんだ。さーて、次は市場の見回りだな。なんでお前が見回りしてんの。どうした。あ、キリュウの おじき。あ、中原の親父の代わりに見回りしてんす。なるほど。この辺りは観光客が多くて、
さっきのやつって観光客ってことかな。なるほど。おお、この市場は飯もうまいし酒もうまいんで浮かれちまうのもわかるんですけどね。なるほどな。笑い事じゃないっすよ。それでも中原の親父の代わりなんですから。まあしっかりな。そうだ、お辞儀も一緒に来ませんか。俺の仕事っぷりを一度お辞儀にも見てほしいんです。今犯人追ってる最中なんだけど。そうだな。ちょっと犯人追ってるところなんだけど、せっかくなんでついていくか。いいだろ、お前の働き見せてもらうとするか。ええ、任してくださいって。じゃあ行くか。それじゃついてきてください。市場を案内しますから。じゃあ行くか。どこ行くの。人多すぎ。ちょ歩きゆっくりすぎない。いやめっちゃ人ぶつかるんだけど。どこ行くのミキオ。お、あらミキちゃん、今日は一人で見回りかい。ええ、まあね、何か問題とか起こってないかい。大丈夫だよ、中原さんがしっかりしてくれるからね。ここはいつも平和だよ。市場のおばちゃん。ちょっと怖い顔してるけど。それはよかった、何かあったら俺に言うんだよ。ミキオのやつちゃんと仕事してるじゃないか。おう、さあおじき見回りを続けましょうか。じゃあ次のところ行くってことかな。お、市場のおじさん。ミキちゃん、前に言ってた漬物仕入れてきたよ。え、本当に。ほらちょっと食ってきた。それじゃちょっとだけ。むぐむぐ。おい。うめえ、白いご飯が欲しくなるなこれ。だろ、ミキちゃんのために仕入れててきてよかったよ。ミキオのやつ仕事中なのに何を食っているんだ。キールさんもっと言ったれ。さあおじき見回りを続けましょうか。じゃあ次ね。お、市場のおばさん。ミキオちゃん、お腹空いてないかい。新商品が入ったから食べていき。いつも悪いね、疲れた時は甘いものがいいよね。ほらこっちも持っていきな、黒糖のケーキも美味しいんだから。あざっす。あざっす。何かあったら俺に言いなよ。はいはい、分かってるよ、いつも頼りにしているよ。見回りなのかつまみ食いなのかよくわからんな。ちょっと今3人のところ行って2人のところで食ってんじゃないか。さあおじき見回りを続けましょうか。全然仕事してないやん。お、またまた市場のおばちゃん。みきちゃん、こらこれなんて沖縄弁、これ食べさ。アグーも食べり。中原さんが一緒だったらつまみ食いしたら怒られるもんね。お、悪いね、歩いてると腹減っちまってさ。おい、食ってばっかりじゃないか。キリュウさん、やっと注意したや。あ、これは、その、コミュニケーションっすよ。沖縄じゃこういうのが大事なんです。え、そうなの。あ、隣の店も、いいマンゴーが入ったから、これも食べていきな。もう、おう、今行く。それじゃ、ちょっと見回ってきますんで。まったく。その、このことは、親父には内緒にしといてくださいね。ミキオのやつ、結局食ってばっかりじゃねえか。おう、ここじゃ、カムロ町とは極道と町の人との付き合い方が全然違うんだな。んキャー、あ、観光客。なんだ、トラブルか。ん、流動一家のデブが、誰。やめろ、ここは流動以降の縄張りだ。
琉球街のチンピラ。お前が竜道以下の三清か。自分から出てくるとはいい度胸だな。お、この市場はいい稼ぎ口だからな。俺たちがもらってやるって言ってんだ。デブは引っ込んでろ。もう、三清。ここは竜道以下の縄張りだ。手を出すんじゃねえ。そうだ。ここは竜道以下の世話になってるんだ。おばあちゃん。あんたたちなんかに用はないのよ。中原さんがいたら何もできないくせに。許せんじゃ、ボケが。お前らとは後で話しつけたるから待っとけ。待て。相手が違うだろうが。お前なんか、相手じゃねえんだよ。俺たちと話がしたいなら中原連れてこいや。連れてくることができたらな。やっはっはっは。お前ら、てめえ。三清、挑発に乗るな。おじき、こいつら。なんだお前は。義理によりこの喧嘩俺も加勢する。三清、いいか。ええ。はい、やったりましょうや、おじき。しょうがねえな。じゃあ教育してやるか、琉球街のチンピラたちを。お、ちょっと待って、なんかコンロ落ちてる。ちょコンロ。お熱そう。これやべえ、今のめっちゃ熱そう。やけどすんじゃね、顔が。ちょっと待って、こいつマグロ持ってる。マグロ。お、マグロ。マグロ攻撃。どうだい、ね、マグロの叩き込みしてやるか。マグロの頭。いや絶対臭いやこれ。ちょっと臭そう。いやこの演出面白いな。そんなぴったり入る感じなの。お、じゃあ決めようか。やっぱすげえな、キールさんの手包丁よりすごいやん。あ、逃げた。今のマグロが面白かったな。くっ、覚えてやがれ。あざっす。あざっす、おじき。よくやったな、ミキオ。助かったよ。あんた、中原さんも知り合いかい？これ、もらってくんな。ん？見事やろ？何？うまそうだ。お、なんか魚もらった。お、これからも頼りにしてるからね、ミキちゃん。うん。そうだね。ミキちゃんが守ってくれるから、安心して商売ができるんだよ。そうかい。ははは。おー、面白かったな。ミキオ、先に帰ってるぜ。見回り、しっかりやるんだぞ。はい、おじき。経験値2000。さっきなんかもらったな、魚。あ、すげえ。これ食べれるの？あ、売ればいい値段になる。売ろうかな。いやー、じゃあさっきの犯人。追うか、引き続き。お、こいつか。お前、ばあさんから年金をひったくったやつだな。何この髪型。なんだよ、あんた。いいからこっちに来い。ばあさんに金を返すんだ。そんな素直に来てくれる感じ。ああ。お、たかし。知り合い？知ってんの？やっぱりお前か。孫？なんだ、知ってるのか。あ、孫か、やっぱり。最近悪い奴らと付き合い始めて、小遣いをせびるようになったと思ったら、なるほど。
じいさんの船に乗せて。そういった孫、じいちゃんの船、それだけは。助かったわ。アンさん、本当ありがとうさんな。これ、お小遣いな。3000円。ごめんよ、ばあちゃん。じいちゃんには言わないでくれよ。これで1件終わったの。簡単に経験値3000手に入れたな。面白い。